ようこそ勝又博物館へ、館長の勝又龍也です。ということで今日はですね、金色のガッシュベルを紹介していきたいと思います。当時の食玩とかそういったものですね。はい、過去にもいっぱいやってますので、再生リストから金色のガッシュベルあるのでぜひ見てみてください。はい、まずはこちら2つあります。金色のガッシュベルフィギュアコレクション、これ100円のやつだったかな、1個。そうですね、1個100円、メーカー希望小売価格100円税別。すごいよね、今じゃこんなの300円ぐらいだもんね。ガチャガチャでフィギュア、彩色済み人形1体プラスカード1枚、賞味期限は2004年の4月、14年前。こちら金色のガッシュベルジオラマワールド全6種200円、安いね。ガッシュベル、ブラゴ、キャンチョメ、キヨマロ、シェリー、フォルゴレ、これでパートナーの組み合わせ、名シーンを再現できると。ザゲル、ギガノレイス、これは面白いですね。僕これ持ってるのこれしかないんですよ。無敵フォルゴレっつって、無敵キャンチョメっつって、鉄のフォルゴレ、無敵フォルゴレ、しっかりとこの顔っていう顔ね。で、乳首のところにはハートマーク。チッ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 パイモインモインっつって、これ今どうやら長友って言われてるらしいですね、キャンチョメキャンチョメが長友って言われてるのか、長友がキャンチョメって言われてるのか分かんないですけど、まあ確かに見えなくはない。うん、長友っちゃ長友だわはい、こんな感じです。これぐらいかな。中にちょっと注意書きが書いてあって、アンケートって書いてあるだけですね。さあ、それではこちら見ていきましょう。カード入ってます。全種類集めたのかな俺。お、全種類あります。8種類ですので8枚あります。こんなカードもついて100円って、金色のガッシュベルすごいね。行ってくるもんだ、ガッシュ、鉄のファルガーはね。うん、アメちゃん舐めてる。お、メルメルメーてーん、うん、ね、バルカン300、よろしくね。さあ見ていきましょう。こんな感じ、僕のおもちゃ。僕ちょっと懐かしいプリクラ出てきたね。めっちゃ懐かしい、懐かしすぎるだろこれ。俺若っ、めっちゃ若い。小学何年生だろこれ。初プリって書いてある。へー、面白いもんも出てくるもんだね、やっぱ昔のおもちゃから。お、なんか薬も出てきたぞ。エリスロ新城、薬も出てきたぞ何でも入ってんな。あ、これはあれだね、これを抱えてブリ。おー、すごい、ブリいいね。これあれかな、誰かな、この足のパーツは誰に使えばいいのかな。まあガッシュはこれ今立ってるから必要ないよね。ガッシュには必要ない。はい、このガッシュ、おー、いいね。立ち向かう時だね、大体ね。肉抜きじゃないっすよ。すごいね。あ、これは必要っぽいな。うん、これはあった方が良さげっすね。あ、でも立つ、いらねえや。はい、これは魔法をねもらってくれる人を探しに行って、街に探しに行く時ぐらいの時かな、ガッシュ。これは無理だ、これはさすがに立たん。これでもどうやってこれで立たせるんだろう。こういうことか。よし、キャンチョメいいね。どっちのキャンチョメの方がクオリティが高いんだろう。同じか、まあ同じようなもんだね。これブリじゃないもの抱っこできそうだね。キャンチョメも立った。
いいね。ポルク。ウマゴン。あ、ウマゴンって一種類だっけ？あ、一種類だ。このドヤウマゴンいいね。ドヤってる感じ。これは絶対必要だよね、これ。これで、お、立った。うわ、難しい。なかなか難しいです。立たせるの。よし。いいじゃん、いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん。なおみちゃん。キャッターガッシューって感じだよね。口出すぎだろ、は。な。これがあるんじゃったら逃げるガッシュたちがあるといいけど、これ後ろ姿だからあれだね。後ろ姿でなんとかしろってことだね。多分。そして、バルカン。300。昔はマジで作ったよね。あ、バルカンはさすがに無理だな。バルカン抱っこできんじゃね？もう昔ほんとさ、ポッキーの箱とかさ、トッポの箱とかでさ、作ったよね。お、バルカン抱っこできた。でかすぎー。このブリのクオリティがいちいち高い。すごいよね。セットで100円だからね。信じられん。はい、ということで、今日は、金色のガシュベル。昔の食玩をレビューしました。それでは、また明日。